給支援チャリティー試合として開催いたします。ここで北海道日本ハムファイターズの選手代表より皆様にメッセージがございます。大型ビジョンにご注目ください。今回被害に遭われた皆さんに対して深くお見舞い申し上げます。僕ら選手は被災者の皆様に何かできることはないか、そして皆さんの力になりたいと、そういうふうに思っています。報道を目につけ深く心が痛みます。自分たちに何ができるか深く考え、今回のチャリティー試合にするということに至りました。皆様の被災者救援の思いをファイターズとして一つにまとめ、被災者の皆様へ届けたいと思っています。本日は場内に募金箱を設置させていただきます。皆様のご協力よろしくお願いします。昨日なんか写真撮った東北地方太平洋沖地震で被災をされた方々、それより思いを申し上げるとともに、一日も早いので来れるしております。今回、この2試合で阪神タイガースさんと共に、協力をしてチャリティーゲームということで、今すごく不安に思い生活をしている方たちがたくさんいます。それとですね、この現状に上を向いて立ち向かって、行こうと頑張っている方たちもたくさんいると思います。その方たちのために、僕らが今このチャリティーで、大きな輪を広げていって、一人でも多くの方たちを救えるように、そして、勇気を与えていけるように、募金活動をやっていきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いします。お直りください。ありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします。
背番号9。